プラマックレーシング、プラマックレーシング、プラマックレーシングは現在、ロードレース世界選手権に参戦するレーシングチームに、イタリアの企業プラマックによって設立された。カラは、ダンティーンモートジッピーチームと共同で、プラマックダンティーンとして参戦した。ダンティーンチームの代表だったルイスダンティーンは、シーズンの途中でチームを脱退している。ダンティンモートジッピーチームは、に、 スペインの元 GP レーサー、ルイス・ダンティンにより設立された。チームは、スペインの二人のライダー、フォンシニエトとダビド・ガルシアを要して、ヤマハマシンで 250cc クラスに参戦を、開始した。2は 500cc クラスにステップアップし、ライダーの安倍則リフミは、鈴鹿で勝利を収めた。2は、セカンドライダーとして、ホセルイス・カルドソが加入した。 この年のチームのベストリザルトは、アベノ2位表彰台だった。2500cc クラスは、モートジッピークラスに変わったが、チームは昨年度と同じライダーを同じ2ストロークマシンの、ユーザー500で戦い続けた。パワフルな 990cc4 ストローク勢には、歯が立たず、ベストリザルトは、アベノ4位2回に終わった。2ようやく4ストロークマシンのユーザー M1 を手に入れ、 中野マヤの一大体制でシーズンを戦った。にはマシンをドゥカティにスイッチし、前年型のデスモセリチ GP3 でシーズンを戦うことになった。2003年のスーパーバイク世界選手権チャンピオン、ニール・ホジソンと同シリーズ2位のルーベンチャウスのペアを擁したが、シーズン中盤にチームは資金難に陥り、テストプログラムを満足に消化できなくなった。ベストリザルトは、 チャウスの3位だった。プラマックレーシングは2、原田哲也をライダーに、ホンダ NSR500 で、モートジッピークラスに参戦を開始した。ワイオンストロークマシンの RC211V を手に入れ、ライダーは原田に代わり玉田誠と契約した。この年、ホンダ系チームでは唯一ブリジストンタイヤを履き、ベストリザルトは3位表彰台だった。 ポンスレーシングと一緒にキャメルホンダというチーム名で戦うことになった。実質は一台ずつの別チームであり、プラマックは引き続きタマダ、ブリジストンの体制で、ポンスはマックス・ビアジとミシュラン・タイヤという体制だった。タマダはシーズン中に2勝を挙げた。ダンティーン・モート・ジッピーとプラマック・レーシングは共同で、プラマック・ダンティーンとして参戦することとなった。チームは、 前年型のデュカティでスモセディチ GP4 を使用し、ライダーにイタリアのロベルト・ロルフォを用した体制だった。タイヤはダンロップを使用したが、再開近辺の常連となってしまった。は、ワークスチームと同じ最新型のデスモセディチ GP6 を供給された。ライダーは新たにアレックス・ホフマンとホセルイス・カルドソの二人体制となった。しかしまたも、 ダンロップタイヤの競争力不足で再開近辺から抜け出すことはできなかった。のシーズン開幕前、ダンティーンモートジッピーはプラマック社の参加に入ることが発表された。排気量制限が 800cc に変更になった2007年は最新型デスモセリチ GP7 を供給され、タイヤはブリジストンにスイッチした。ブラジルのアレックス・バロスが新たに加入し、 ホフマンのチームメイトとなった。バロスはトップ10圏内の常連となる活躍を見せ、第6戦イタリア GP では3位表彰台に立った。一方のホフマンは、第11戦アメリカ GP でプラクティス中に手に重傷を負い、欠場を余儀なくされた。同 GP では代役に、チャズ・デイビスが、第12戦チェコ GP では、イヴァン・シルバが採用された。ホフマンは、 第13戦3割の GP で復帰したが、その次の第14戦ポルトガル GP を最後にチームを解雇された。ポイント獲得の可能性があったにもかかわらず、レース中にやる気をなくして勝手にマシンを降りたのが、チームの怒りを買ったためでる。シーズン残り3戦は、再びジャズ・デイビスが代役を務めた。モデスゴセディチ・ブリジストンのパッケージを継続することとなった。 ライダーは一新され、シルバン・ギュン・トーリとトニエリアスのコンビとなった。テレコム・イタリアの ISP ブランド、アリーチェがスポンサーにつき、チーム名はアリーチェチームに変更になった。またルイス・ダンティーンは、第10戦ドイツ GP 開催中にチームを脱退した。エリアスは、第12戦チェコ GP、第13戦3割の GP と2戦連続で表彰台に立ち、 ドゥカティ勢としては2番手となる年間ランキング12位を記録した。シーズンはチーム名をプラマックレーシングに戻し参戦を継続した。マシンパッケージは変わらず最新型レスモセリチ GP9 とブリジストンタイヤ、ライダーはミカカリオとニッコロカネパに変更になった。カリオはシーズン中盤体調不良のケイシーストーナーの代役として ドゥカティワークスから参戦に出場した。その間のプラマックのシートの穴埋めは、ミッシェル・ハブリツヨが1戦、アレックス・エスパルガロが2戦務めた。シーズンは、カリオのチームメイトに、前年の大役三戦時の走りが評価されたアレックス・エスパルガロがつくことになった。カリオは、肩の痛みにより苦戦が続き、シーズン終了を待たずにチームを離脱。 終盤2戦にはカルロス・チェカが大役参戦した。は、ライダーを一新し、鈴木からロリス・カピロッシシを、ホンダイル・ CR から、ランディ・ド・プニエを迎えることとなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。